クロスプテラマンチャーカム、耳生地は、生地目生地か、耳生地属に分類される鳥類。別名家系、褐色家系。中華人民共和国固有種全長96から100センチメートル。翼長オス27から31.2センチメートル。メス26.5から29センチメートル。体重オス1.6から2.5キログラム。メス1.5から2キログラム。 お歯の枚数は22枚。放かな後方へ羽毛が伸長する。全身は褐色の羽毛で覆われる。頭頂や頸部は黒や脳褐色、腹部は泡褐色の羽毛で覆われる。腰やおばき部の上面は白い羽毛で覆われる。お歯の色彩は白く、先端は紫身を帯びた褐色。顔には羽毛がなく赤い皮膚が露出する。くちばしの色彩は赤身を帯びた黄色。 甲子の色彩は赤い。卵は、長径5 3トル、短径3 9トルで、卵を覆うからは、海緑色。標高線3 0 0から3 5 0 0ルにある、森林や岩場、草原などに生息する。植生は雑食で、植物の根、果実、種子、昆虫、ミミズなどを食べる。繁殖形態は卵生。 地面のくぼみに落ち葉を敷いた巣に1回に5から8回の卵を産む。放卵期間は26から27日。卵が食用とされることもある。開発による生息地の破壊、食用の乱獲などにより生息数は減少している。ありがとうございます。